ユゼフ・ブラントはポーランドの画家である。歴史が戦争が多く描いた。現在のポーランド、ルブリン県のシチェブラジーシンに生まれた。祖父はワルシャワ大学の医学の教授で、母方の祖父、フレデリック・アルベルト・レッセルは有名な建築家であった。父親もワルシャワの裕福な医師であったが、ブラントが生まれて5日後に死去したため、ラドムに近いグルツメイカの屋敷に母親、 と暮らした。1858年に高校を卒業した後、パリの国立土木学校に入学し技術者になる教育を受けた。パリでポーランド出身の画家、ユリウシ・コサックと知り合い、画家の道に展示、エコール・デ・ボザールの教授、レオン・コニエのスタジオで学び、コサックやヘンリク・ロガコフスキからも指導を受けた。1860年秋にワルシャワに帰国し、コサックと共に、 ウクライナを旅した1861年にワルシャワの美術展に出展した。1862年にミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院でシュトレフーバーやカールフォンピロティに学び、戦争画家として知られるフランツ・アダムやテオドール、ホルシェルトにも学んだ。1869年に歴史画がオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世に買い上げられた。 1870年までにはドイツで画家としての評価が高まり、ミュンヘンにスタジオを開き定住した。1875年には美術学校を開き、ミュンヘンで学ぶポーランド出身の画家のリーダー的存在になった。1875年にベルリン美術アカデミーの会員に選ばれた。1877年にラドム近くの村、 オーランスコの大地主の娘と結婚し、夏は妻の両親の屋敷で過ごすようになった。オーランスコで風景画を描き、多くのポーランドの画家を招待して、過ごしては、オーランスコ自由学校と呼ばれた。第一次世界大戦が始まった1915年に、オーランスコを退去し、ラドムに移り、ラドムで死去した。歴史的なコサック兵の戦闘などを描いた。 ありがとうございます。